フェルナンド2世は、レオン王国の国王、ガリシア王。ヒスパニア皇帝を自称したカスティーリア王、イコールレオン王アルフォンソ7世と、オーヒベレンゲラでバルセロナの次男で、カスティーリア王サンチョ3世の弟、トレドの出身。1157年に、父王アルフォンソ7世は死去するが、その遺言により、王国を兄サンチョと分割した。サンチョは、サンチョ3世として、 カスティーリ王に、フェルナンドは、フェルナンド2世として、レオンガリシア王にそれぞれ即位した。フェルナンド2世の31年の知性は、勝敗のはっきりしない対立で特徴を付けられる。彼は、反抗的な貴族に対して手を下さなければならず、1158年に、休止した兄の後を継いで、カスティーリ王に即位したおいのアルフォンソ8世に、摂政として干渉しようと、 ナバラ王三丁六世と手を組んで西からトレドブルゴスを攻めたことがカスティーリャ側の反発を受け後にアルフォンソ八世と和解したさらに西方のポルトガルとの間にも紛争を抱えていたポルトガルは1139年にカスティーリャレオ王国から独立していたが1165年に王妃にポルトガル王アフォンソ一世の王女ウラカを迎えたものの彼女に拒否されたことは フェルナンド2世とポルトガル王家の複雑な関係を伺わせる。結婚したとはいえ、ポルトガルとの争いは、継続、1165年から1166年にかけて、ポルトガル人冒険者、ゴータンジェラルドが奇襲で、トルヒーリョ、カセレスなどを奪い取り、アフォンソ一世に侵入し、ポルトガルの東隣にあるエストレマドゥーラを平定した。レオンにとってこれは、 何かを阻む障害であり、フェルナンド2世はカスティーリアへの干渉を切り上げ、ジェラルドの領土から北にあるアルカンタラを攻略し、ジェラルド追放に向け動き出した。1169年に、ジェラルド救援にバダホスへ赴もむいたアフォンソ1世を捕虜とし、彼からはトイとポンテベドラを受け取り、ガリシアへ編入、ジェラルドからはカセレスを獲得して、障害を取り除き、 領土を南方に拡大した。一方、1170年にカセレスを騎士修道会に与え保護、ジェラルドの反撃に備えイスラム教国のムワヒヒド町と同盟を結んでいたが、フェルナンド2世が同盟を破って襲撃したため、ムワヒド町に逆襲されアルカンタラとカセレスを奪われた。このため、キリスト教国と接触し、レコンキスタに参戦、1177年に、 アルフォンソ8世やアラゴモアルフォンソ2世と補聴を合わせ南西にあるムワヒド町の都市ヘルスデロスカバジェーロスを攻撃1183年にはアルフォンソ8世と単イスラム同盟を組んだ1184年にアフリカから上陸したアミール・ユース・フイ世率いるムワヒド町の遠征軍がサンタレを包囲すると救援に向かいイスラム軍に包囲を解かせて退避させた 1188年、フェルナンド2世は死去した。彼は、騎士道精神に厚く強い選手であると評されたが、政治力や組織力を示すことはなかった。大位は、一人息子のアルフォンソ9世が継いだ。最初の日浦化でポルトガルとの間に一難を設けた。二番目の日テレサ・フェルナンデス・デ・トラバとの間に二難を設けた。三番目の日浦化ロペス・デ・アーロとの間に、以下の子女を設けた。 ローマックス P129 芝 P128 西川 P133 芝 P128P129 西川 P135 ローマックス P155P156 ローマックス P149P156P158P160 ありがとうございます。